よろしいでしょうか。はい、それではですね、本日いよいよラストということになります。会場の皆さん、準備はよろしいでしょうか。さあ、それではここからの時間、思いっきり音楽に楽しんでいただきましょう。それではお願いいたします。Thank you.
皆さんこんばんは。夏田聖子です。誰が大山信代だ。はい、もう2年ぶりのこの長門なんですけれども、今日は皆さん西日本焼き鳥祭りと題したスタッフ広中さんの会期祝い大パーティーおめでとうございます。ありがとうございます。お呼びいただきました。今日私やっち今井とこ熊本からやってまいりました。はい、生まれ故郷が山口なので全然あれなんですけれどもちょっと皆さんご存知と思いますが地震があったんですね。なんか熊本地震とかいうやつ ですごいへこんで歌も歌えなかったんですけれどもようやっとこの4月14日16あってそれから2000回を超えました。長門といえばクジラの歌を書いてきましたのでオリジナル曲を聴いてください。クジラよりI'm not afraid to die.
ありがとうございました。カウンボタンという私のオリジナルソングです。あと2年後にこの曲で紅白歌合戦に出るつもりです。で、私山口県に在住している時にはもう皆さんに本当にお世話になって、ただ今とても嬉しいのが、私が熊本に嫁いで毎日揺れを感じていながらも、山口県では私のコマーシャルソングが未だに流れているそうで、ありがとうございます。聞きたい。そうですが、ちょっとやってみますね。誰も言うてない。名前がいっぱい出てきますので、これね、長門節郎さんっていうね、長門の人と思うんですけど、長門節郎さんが作詞をして、作曲は浅野博之さんっていう、この東京 の、 スタジオミュージシャンかなんかの方が作られて、そして編曲を昔野口五郎の弟でデビューした中越和明さんという方がいらっしゃる、ね、その人がアレンジをしたものを今日は山根よしみちゃんと一緒にやってみたいと思います。陽気日愛の里バーヤチョブ。
ございました。あ、よかった。20年ぶりですよ、これ。結構ね。はい。はい。なんか鳴ってる。何が鳴ってるんですか。これは6時の合図じゃないですかね。これ何の曲ですか。6時の合図。優しいですね。6時だから家帰りなさいっていう感じですかね。ね、私たちは6時ださあ飲みに行こうっていう感じなんですけどもね。すいません。すいません、本当。はい。では、あの、ラブソング、今日はね、2年前はね、結構超ロックで来たんですけども、今回はね、あの、ね、バンドメンバーがね、みんな被災してね、ベースはね、瓦屋さんですよ。ギター水道屋さんですよ。でドラムは石屋ですよ。キーボードは大工ですよ。これもバンドが機能しなくなって、もう、じゃあ、あのね、やっちょんぶが一人で来るぜ、みたいな感じ。眠るあなたを見てた。
45分、老若男女いらっしゃいますので、ね、ここで一つね、せっかく熊本から来たので皆さん手拍子とともにあれをやってみたいと思います。あ、よいしょ、はい、あ、皆さん手拍子よろしくお願いします。まだ片付きゃせんかった。はい、ビーチクバーチクひばりの子。お土産です。熊本土産です。ありがとうございます。この間とてもやんて熊本だったね。そうそうそう、あとね、あんたがったどっこさ、なんかね、あひっこさ、ひっこどっこさ、熊本さ、熊本どっこさ、天馬さん、あ、天馬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 は私、天馬焼き、天馬って天馬は私、天馬山にはたぬきがおってさ、それを両親が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、焼いてさ、食ってさ、それをこの歯でちょっと隠せよいよっちゅね。持ち上げのツボもありますので、まずは、終わらす2曲目の、曲、テネシーウォルツ。Sorry,
Thank you.
皆さんどうぞお元気でありがとうございました。